はいどうもピクシアスです。今回はですね、新シリーズというかですね、まあうちのチャンネルね、予算が大変少ないものですからね、カエルトミカにですね限度があるんですね。そこで今回はですね、知人に頼み込んでですね、トミカをまあ借りまして、まあそれをね紹介していこうというねコーナーでございます。今回はですね、どこでも出来たて販売中移動販売車セットというねセットを紹介させていただきます。こちらはですね、2005年7月に発売されたギフトセットでございます。当時の定価で1650円だったそうです。昔ってそんな安かったんだ。まあね、早速ね見ていきましょう。ベーグル屋さん、ハンバーガー屋さん、たこ焼き屋さん、クレープ屋さんがですね入った4台セットですね。もし裏見ていきましょう。このメニューっていうのはなかなかおしゃれでいいですよね。このセットはまあこのような4台入ったセットですよということですね。まあ早速開けていきましょうか。まずはですね、スズキ11代目キャリーをベースにしたね、ベーグルカフェと書かれている車両ですね。ベーグル屋さんということですけどもね。これはカフェの車両なんですかね。それともこれがカフェなんでしょうか。まあ開けていきましょう。まあ、この中はこのようになってますね。まあメニューとか書かれてて、ここにレジスターがある感じですね。で、ここにたくさんベーグルがあります。まあ荷台の形状を見ればわかると思うんですけども、スバルサンバーの移動パン屋さんをね、流用したものだと思います。まあ、フロントこんな風になってますね。ちゃんとスズキの担保印刷がされてますね。これも確か通常品でもされてたと思うんですけどもね。右側はこうなってますね。で、後ろはこんな風になってます。本場ニューヨーク焼きたての味ということですけどもね。そもそもベーグルってニューヨークでできたの？わかんない。荷台がそもそも、3番のやつなんでね。よく入ったなという感じがしますね。それとも専用で作ったのかな？ちょっとわかんないですけどもね。続いてね、トヨタのクイックデリバリーですね。こちらはですね、ヤマト運輸でね、おなじみの車両ですけどもね。こういった移動販売車でもね、おなじみの車両なんじゃないかなと思います。これではないですけどもね。初代クイックデリバリーだったかな？ TOKIO が鉄腕ダッシュでやってる。0円食堂で使ってる車両もクイックデリバリーですよね。で、移動販売車なんですけど、ここね、本来だったらスライドドアなんですけども、まあスライドだとここに被っちゃうという理由でね、ヒンジドアにしてる車両とか、埋めてる車両とかもね、結構見ますね。まあここにね、メニューが書かれてますね。ガラスにこうやって担保印刷でちゃんとされてる？シール？担保印刷かな？担保印刷でね、こうやってしっかりね、書かれてるのはいいですよね。オール390円ということでね、なかなか美味しそうですね。食べれないんですけどね。後ろはこんな風になってますね。このように後ろはドアが開きますね。特に何も積んでないんですけどもね。反対側にもね、同じオール300円というのとね、クレープと書かれてますね。フロントはね、ちゃんとライトがね、再現されてますね。サスペンションのアクションは特にないです。上は特に書かれてませんね。まあ、最近ですとね、なんか刑事ドラマっていうんですかね、あれで、移動メロンパンのね、車がね、覆面車と採用されてるという感じでしたけども、本編の方見てないか知らないですけどもね、トミカでね、このクイックデリバリーが出た時は、まあ、ヤマト運輸ではね、残念ながら出せない理由があるので、トミカではね、通常品で登場した時はね、架空仕様でね、登場しましたね。続いてね、スズキキャリーをベースにしたね、たこ焼き屋さんですね。まあ、たこ焼きって確かにこういう出店というか、移動販売ってまあ結構あるイメージですけどもね。こちらはですね、ラーメンキャリーと呼ばれてるね。まあ、トミカでは、移動ラーメン屋さんの他にもね、家畜運搬車、それからね、郵便車としてね、販売されたものですけどね。これは多分その郵便車をね、流用したものじゃないかと思います。日本一うまいって書かれてますね。こういうのがね、ちゃんと黄色く塗られてるのがなかなか面白いですよね。あとなんか最近だとプラモデルとかにもなったイメージですね、これは。青島から出てるね、プラモデルにもね、移動ゲームセンターとかね、そういったのがあって、なんかトミカっぽいなという思ったりしましたね。トミカで移動ゲームセンターなんてありませんけどもね。全体的に黄色いカラーリングで、まあここが赤のツートンとなってますね。で、フロントはこんな風に、スズキの刻印が入ってますね、これ。こんな刻印入ってたっけ？ライトバーズはメッキとなってますね。で、荷台はこのように、まあ、郵便車ですからね、このように開きますね。これは中で調理する形なんですかね。ちょっと難しそうですけどもね。まあ味一番。
たこ焼きと書かれてますね。まあ、ここ、まあ、よう見ればわかるんですけど、ここにね、鉄板があって、ここに調味料があってという、まあ、なかなか面白いですよね。そして、最後ですね。こちらはハンバーガー屋さんですね。ハンバーガー屋さんって。しかもベースがですね、イスズのハイパックバンというね、とても貴重な車ですね。私はですね、これ本物見たことは一切ありませんね。まあ、先ほど紹介したね、クイックデリバリーの対抗車種としてね、登場したね、ハイパックバンですけどもね、まあ残念ながらね、売れなかったようで、一部のね、企業で採用されたぐらいなんですけどもね、こちらはフレッシュハンバーガーという、なんか、お店の車両みたいですね。まあ基本的になんか英語で書かれててようわからんですわ。まあ一応ここが調理場というかね、ここで販売するという形みたいですね。これがドアかな。ホイールがね、これは白いですね。さっきのベーグル屋さんもホイールは白です。まあ後ろこのように開けますね。まあ実際にこんな車両があるのかちょっとわからないですけどもね。ボンネットにはね、ハンバーガーと書かれてますね。まあメッキ使っててなかなかいいですよね。あと屋根がちょっと茶色で、こうツートン見たくなってておしゃれですよね。トミカの通常品ではフットワーク仕様だったんですけどもね、そのシャーシではさすがにないよな。たまたま赤いだけだよな、多分。フットワークで実際に使われてたのかなあれは。あ、でも、トミカ通常品でこのハイパックバンはフットワーク仕様だったと思うんですけどね。働く車2でね、フットワークのハイパックバンが使われてましたね。まあ、写真が赤いのは偶然かもしれないですけどね。これ通常品がこの赤いやつだったと思うんですけどね。ナンバープレートがね、3192と書かれてます。リアのプラパーツのところにもね、ちゃんと入ってるんですよ。わかりにくいですけども、はい。というわけで、今回はこちらの4台をね、紹介させていただきました。まあ、移動販売車ね、これね、トミカにはね、移動ラーメン屋さんとして、先ほど紹介したキャリーと、あと、スバルサンバーですね。こちら以前動画で紹介してますね。そういったものもございますけども、まあ、せっかくやるならね、赤いボディでね、焼き鳥屋さんっていうのもね、移動焼き鳥販売車とかね、やってもよかった。まあ、最近は移動販売車でトミカで出てるか？ちょっと記憶にないですけどもね。まあなかなかね、移動販売車だけを取り扱ったセットっていうのもね、面白いんじゃないかなと思いました。今回はね、この辺で終わりたいと思います。またね、貸していただけたらなと思ってるんですけどもね。まあ、借りれたらまた借りますんで。ミニカー借りてみたシリーズではね、ナンバリングをする予定はございませんのでね、月1あるかないかぐらいですかね。また困ったら借りてみたシリーズ逃げたいと思います。それではまた次回も見てください。